それはなんといたわしい。それにしてもなんと美しい姫だ。これほど美しい姫が亡くなられたとは。どうか私の愛を受け止めて、もう一度息を吹き返してください。私を助けてくださったのですね。ええ、美しいお姫様、どうか私と結婚してください。おはい。お王子のキスにより魔女の呪いは解け、二人はいつまでも幸せに暮らしましたとさ。乾かねえなこれ。私の場合もさ、ほら王子様のキスとかで元の姿に戻れちゃったりしないかな。そんなんで戻れるわけねえだろ。だよね。だいたいお姫様って柄かよ。で、誰が王子なの？それは別に誰ってわけでは。高木か、高木陸、告白されたんだろ。え、なんで知ってるの？大好きなんだ、堀切氏、堀切千代美が。お前がいなくなって大騒ぎになった時、あいつが自分から宣言したんだよ、お前が好きだって。え、陸。ま、告白されて浮かれるのもわかるが、もっと現実的に戻れる方法を考えた方がいいんじゃねえのか。浮かれ